西成へおいでやす。どうも水田京都。ああ今日はね雪がちらついてるね。非常に寒い西成からお届けさせていただきます。ということで今日はこの寒い中ということなんで、視聴者様からねぜひあの元100円ラーメンの醤油ラーメンを食えと、僕もうどんはね配信1回してるんですけどもラーメン食ったことなくて、醤油ラーメンをねあの動画に上げてる YouTuber がいないからぜひ行ってくれということで視聴者様から言われたので今から行ってみたいと思います。実際ほんまに醤油ラーメンが上がってるか上がってないかっていうのは僕もあんまりあの YouTube 動画見ないんでわからへんけれども、とりあえずそういう意見があったんでちょっと寒いんで今からこちらでラーメンを食べてみたいと思います。それじゃあ早速行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴー四角公園行ってくるぜ。ということで四角公園が見えてきた。四角公園、開いてるのかな。この寒いのにイベント開いてるんかな。あの旗は立ってるけど。これが有名な四角公園。開いてるかな。行ってみよう。醤油ラーメン。お母ちゃんいい。醤油ラーメン。はい、はい、俺と卵、これと醤油ラーメン。これと卵と醤油ラーメン。卵焼き。卵焼きうまそう、これ。いくらやろ、これ。ラーメンが200円で350円から卵150円です。これうまそうです。切ってある。いただきます。焼酎ハイボール。じゃあね、ママ久しぶりやな。ママやめてんの。よし、卵焼きいただきます。うまい。卵焼きめっちゃうまい。うん、そう、だしと甘みがあってむちゃくちゃ美味しい。昔の何食ってもうまい。ほんまにね、この前ねあのうどんいただいたんですよ。むちゃくちゃうまくてびっくりして、でラーメン呼ばれる。YouTube の YouTube YouTube。カレーもな。僕が食べるのも YouTube 見てカレー。あー、カレーなんか上がってたね。北海道から。マジで？今度のカレー。韓国食べる。うち食べるから。で韓国人。あー、そうそうそう。じゃあ幸せもやる。うん。もう何食ってもうまいね。カレー人気だし。うまい。カレーが人気。カレー人気。カレー上がってたもん YouTube。上がってた。上がってた。
来たよ、これ醤油ラーメン。これがなんか誰も食べたことのないという醤油ラーメン。ほんまかしか知らんけど、まあ俺も実際豚骨は見てるけど醤油は見たことないね。200円、うまそう。いただきます。鶏ガラの出汁がむちゃくちゃうまいよ、これ。うまっ。これちょっと、ほんまにラーメン屋出てきて、これが出てきても、美味しいよ。これちょうどね、うどん屋で食べるラーメンの味、わかるかな？あっさりしたラーメン、和風だしのその味、うん、むちゃくちゃうまいね。ここのママね、今やっぱカレーが売れてるみたい。カレーがむちゃくちゃうまいらしい。なんかカレーが動画に上がったみたいで、それから結構カレーが売れてるみたいで、今度またカレー食いに来ないかな。俺自身はカレーうどんがめっちゃ気になってるけど、でもカレー食ったらもうはしごできひん、あ、塩コショウ、はしご酒できひんから。美味しいわこれ、あー、ちゅうまい。卵をね、ダイブさせよう、ダイブ。絶対うまいと思う。うまい。何食ってもうまい、ほんま。これと卵と白ご飯と味噌汁があったら軽食いけるよ、これ。マジで。遅ればせながらけど、麺はこんな美味しいやつやん、これね、これで卵がこれ固いゆで卵、美味しそう。まあ、まあ、おでんチックな味。今日ははしご酒スタートやけど、一発目ラーメン、一発目ラーメン。まあ朝ごはんやな、これ朝ごはん。メンマもうまいだな。もうね、お腹いっぱいになってきた。仕事できるかなって感じだけど、まあ今日はもうそんなに撮影は2本ぐらい。西成では2本ぐらい。他撮るけどね、夜に。うまいわ。あっさりしてるから、めちゃくちゃ美味しい。飲んだ締めのラーメンはあるけど、飲む前のラーメン。卵。卵食った後に、だし、うまい。どうしても冬場やし、今日特に朝雪降ってたから、卵美味しいけど冷えとるから、ちょうどラーメンの汁につけたらあったかくなって美味しい。
一番美味しい醤油ラーメンでした。皆さんもよかったらこの四角公園の前、今はカレー食べに来るお客さんが多いみたいだけど、これからは醤油食いに来るお客さんが増えるから、ぜひ来てください。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、完食です。むちゃくちゃ美味しかったです。もう汁もほとんど飲んでしまった。美味しかった。ごちそうさまでした。ママありがとう。ごちそうさまでした。また来ます。ありがとう。ごちそうさまでした。ということで、本日も四角公園の前にある、お店、以前ね、うどんを食べて動画配信させていただいたんですけども、視聴者の方からぜひ醤油ラーメンを食べてくれということで、今回初めてこちらのお店のラーメンをいただいてきました。なんていうかね、うどんもうまかったんですけど、ラーメンもうまかったです。昔からあるそのうどん屋にあるラーメン、鶏ガラの効いた、そういう感じのラーメンで、ほっこりする、この寒い時にほっこりする美味しいラーメンでした。もう今はね、カレーがね、むちゃくちゃ人気あるということなんですけども、これからは醤油ラーメンが人気出ますんで、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。こちら四角公園の前、200円ラーメン、今200円ラーメンです。おでんもあるし、カレーライスもあるし、カレーうどんもあるし、今度はカレーうどん食いたい、はい、うどんもむちゃくちゃうまいです、はい、よかったらお越しいただきたいと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。Thank you。 本日も最後までご視聴いただきほんまお気に入りです。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV を頼もうします。